住宅から真っ赤な炎が噴き出しています。火事があったのは旭川市豊岡6条5丁目の2階建て住宅です。昨日午後11時45分ごろ消防に通報があり、火はおよそ1時間半後にほぼ消し止められました。この火事で住人とみられる60代ぐらいの男性が足にやけどを負い病院に搬送されました。警察や消防が火事の原因を調べています。